こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。Amazon 輸出で稼ぐ方法は簡単でシンプルです。まず、売れるアカウントを作る。そして、儲かる商品を見つける。あとは、繰り返して販売して儲ける。これだけです。しかし、日本とアメリカの文化の差、それから Amazon ならではの仕組みを理解しないと、この簡単なことができません。特に注意すべき3つのポイントがあります。まず商品探しのポイントを間違えないことです。よくある間違いはですね、ランキングを参考に売れてる商品を探す。またツールを使って楽して探す。これは儲かる商品が、見つからない方法です。また、Amazon からの連絡や警告への対応を間違えないようにしないといけないです。よくある間違いはですね、なんか連絡来たら必ず返事をする。そして自分が悪かったと認める。あるいは逆に自分の正しさを主張すると。これ普通に考えるとね、このようにね、これ模範解答じゃないかと。なんか連絡あったら必ず返事をしなきゃいけない。自分が悪かったら反省してね、悪かったと認めなきゃいけない。まあ、自分が間違えてないんだったらね、正しいと主張しないと、間違ったことやってると認めることになるんじゃないかと。まあ、普通の反応なんですけど、この普通の反応をするとですね、Amazon に嫌われて、かなり高い確率で、アカウントがサスペンド、あるいは削除されます。まあ、それに絡むんですけど、まあ、問題が起こった時の対応を間違えないと。ね、よくある間違いは、インターネットの無料情報で解決策を探す。これね、匿名で、まあ、情報を発信している人、まあ、ほとんどアマチュアというかですね、アマチュア以下、まあ、どっかからの聞きかじりの情報なんかを発信している人が多いです。あるいは、古いノウハウを公開している方もいますし、逆にね、わざと紛らわす、あの、錯乱させるために間違えた情報を発信している人もいます。まあ、そういう情報を鵜呑みにしてね、解決策を取ると、とんでもない間違いを起こしてしまうということになります。まあ、こういうことないようにですね、なんかトラブルが起こった際の解決方法は、転売アカデミーのサポートを使ってください。またトラブルでなくてもですね、まあ、この対応でいいだろうと、ね、普通に考えた場合でも、特に、そういえば私が何も返事しろとか指示してなかったのというのはですね、Amazon に連絡する前に、こういう連絡していいでしょうかと返事をください。相談してください。結構普通の対応したばっかりにですね、まずいことになっちゃうって例があります。それは、日本人が普通に考える普通の対応がアメリカの Amazon では通用しないと。なおかつ厄介なことに、日本の Amazon とアメリカの Amazon ね、同じ Amazon なんですけど、システムは一緒ですけど、運営している人間が日本人とアメリカ人という違いがあります。だから日本 Amazon で正しいと思う対応、正しい対応をね、アメリカでも同じことをすると、アメリカでは、アカウントが削除されると。日本だと今後注意してくださいというのが、アメリカだと削除されるというようなことが起こり得ます。そんなわけで、アメリカの文化、Amazon の仕組み、Amazon がどういうサポート体制か、何を考えてね、Amazon のシステムが作られてるか、まあ、その辺がね、分かっていないと間違いで対応しちゃいますんで、必ず何かね、返事をする際、あるいは連絡する際は、ご相談ください。正しく取り組めば Amazon 輸出で儲けるのは非常に簡単です。ただ、正しく取り組まないと、すごい苦労するとか、全く儲からないとか、儲けずに退場する羽目になりますんで、そういうことのないように、転売アカデミーのサポートを有効に利用してください。以上、ご相談、ご報告お待ちしてます。転売アカデミー、堀秀夫でした。